蘭育次郎「雷」一野村銀蔵は帝国新報の社会部記者として同級生たちの先祖に送られながら入社してからもう一年が過ぎたそして二度目の夏がやってきた それなのに、まだ警察周りをやらされていて、一向、うだつが上がらないのであった。しかし、銀蔵は悲観しなかった。なあに、事件さえあれば。と、入社第一日目からの希望を持ち続けているのだ。これは、あるいは、ジャーナリスト全体が一生を持って回る力こぶかもしれないが。いやあ。 ようやく板についた挨拶をして警察署の門をくぐるこれが彼の日課なのである銀蔵の受け持ちのこの辺りは新地域ではあるがまだまだ田舎で事に夕べのような大雷雨があると道は文字通りデーネート化してしまうしところどころにひどく立派な舗装道路がまっしぐらに通じているがそれも請負い人が安い材料を使ったと見えて 少し暑い日が出るとすぐ新子細工のようにベタベタと靴を吸いつけてしまうのであったでもそうかといって敬遠するわけにはいかぬというのはこの辺りは雷の通り道になっていると見えて梅雨明けごろからはしばしば夕立ちを伴った雷が鳴りその度に落雷もあったりして大雷雨のあった日などは どうしても記事取りに顔を出さなければならない書であった銀蔵が入っていくと顔見知りの司法主任山田氏がクレープのシャツ1枚になって書類を整理していたいや暑いですねゆべはすごいやつだったけれどなんか被害はありませんかおお23箇所落ちたらしいね 今のところ伝統関係が二つとそれにケヤキの大木が一本九時過ぎから停電してとうとう十二時過ぎまでつかずさそれだけですか人畜には被害なしそういった時だったジリジリジリンと電話機が物上げになった山田氏はやっこらさと立って 壁掛け電話の受話器を外すと。もしもしえうーん。すぐ行く。それだけ言うと、向き直って。一人死んだそうだ。感電で。落雷のどこですか村沼派出所のそばだそうだ。田丸貞夫という資産家でね。 もちろん落雷のためさ即死らしいおお変ですね即死なら昨夜のうちに届けられそうなもんですからね変死だからところが今朝になって分かったそうだよとにかく行ってみなくちゃならんよ山田主任はそう言いながら上着の袖を通して球児を呼んだ 山田さん、僕も行きますよ銀蔵は返事も聞かずに同じ車に乗り込んだ 2, 2落雷で感電即死をしたという田丸貞夫の家はすぐ分かったそれは洋風造りの平屋で十分な敷地に建てられた商社な文化住宅であった 入ってみるとすでに巡査は帰ってしまった後とで田丸貞夫の妹安子と女中とそれから主治医の山上医学士とが別室で安全としているところで田丸氏の死体は今朝発見されたままの位置に手を付けられずに置かれてあったこれは編集だから係官の来るまでは手をつけない方がいいという主治医の行き届いた考えからであった 佐田雄氏は自分の書斎で死んでいたその書斎は10畳くらいの広さで書斎兼寝室といったものらしくその片隅には寝台もあったがしかし貞雄氏の最後の姿はそのやわらかい寝台の上ではなく窓際の硬い床のところでうつ伏せに倒れているのだそうしてまだ寝巻きではなく浴衣に無造作に帯を巻きつけたきりで 年齢は33といったところであろうか。田丸さんが亡くなられたのは今朝になってわかったんですか？山田主任は一通り、その部屋の様子を見回すとすぐ尋ね始めた。はい、兄はいつも自分の部屋には内側から鍵をかける習慣でしたものですから。そう、小声で答えたのはやすこさんであった。 その目は憂いのために泣きうるんではいたが道の行きずりにあっても思わずハッと目を引くような美しい少女であったけさいくら起こしても起きないので庭へ回ってカーテンの隙間から覗いてみましたが寝台の上にも姿が見えませんし急に心配になって友もやに行って近所の錠前屋さんを呼んでもらって開けてみたんですそうしたら こんなことになって昨夜もあんまりひどい雷なので私怖かったものですから二、三度起こしに行ったんですけどその時もとうとう起きてこなかったのです今考えてみるとその時にはもうお兄様は亡くなっていたのかもしれません山田主任はうなずくと山上医学士に診断は と聞いた。感電による心臓麻痺です山田主任はもう一度うなずくと「この辺りに落ちたんですかあああの欅ですね」と窓越しに15軒ばかり先の隣の庭にある大きな欅を刺したええ 9時過ぎでしたわ。まるで家が潰れるかと思うような音でしたわ。と思い出したように目を見張った山神さん。黙って聞いていた銀蔵が口を挟んだ。田丸さんが亡くなられたのは大体何時頃かわかりませんかそうですね。 解剖して夕食の消化状態でも見ればはっきりしましょうけれどまあ死後の様子から見て昨夜の7時前後じゃないかと思いますねそうですか山田さんこりゃおかしいですよ何がいや田丸さんが亡くなられたのは7時前後というお話ですが 安子さんの話では隣のけやきに落雷したのは九時を回っていたというのですからねつまり両方の話を正しいとすれば田丸さんは落雷の前に感電死をしていたということになりますよ山田主任は急に眉を寄せると額に縦じわを刻んだまま黙っていた第1 15軒も先に落雷してしかもその落雷したけやきのある家の人は故障がなくその隣のしかもまた書斎の中にいるタマルさんだけが感電即死したというのはちょっと普通ではないじゃありませんかそれに雷が鳴り始めると間もなく妹さんが呼びに行ったのに返事がなかったということですがそれがおそらく7時過ぎか8時頃でその時は すでに田丸さんは死んでいたのじゃないですかねすると君はどうだと言うんだね山田主任は容易ならんことを言うといった顔つきで銀蔵の瞳を見つめたともかく常識的に考えて落雷の前に関連死をしていたと推測されるならば自殺かさもなくばちょっと言葉を切って 殺人事件だと思いますね山田主任の顔にはみるみる困惑の色が漂ってき太った喉から蒸気のような息を吐くと忙しげにはげ上がった額の汗をぬぐって自殺するような要因なんてまさかないでしょうねまさか兄はそんな人じゃございませんわ昨夜だって 私と一緒に夕食を済ませて空模様が変になってきたから散歩もできない本でも読もうかと言って書斎に行かれたんですいつも鍵をかけられるのですねええことに本を読まれたり調べ物をされる時はいつも鍵をかける習慣でした一同は言葉が切れてしばらく沈黙に落ちた総 昨夜の大雷雨が一片の雲を残さず拭い去ってくらくらするような光線に満たされアブラゼミの鳴き声がまるでないとは思われぬほど降るように聞こえるほかなんの物音もしなかったその書斎の窓隅にまる氏の死体さえなかったならばなんと平和な風景であろうしかし金蔵のひと言が この平凡に片付けられそうだった感電子をたちまち殺人事件にピックアップしてしまったのであるちょっと電話を貸してください山田主任は安子さんの案内で席を立った君銀蔵はお友さんを呼び止めて。 たまるさんが殺されるような心当たりがありますか殺されるなんてとんでもないとても優しい旦那様でしたいや最近金を譲りに来たとかなんかそんなことでもええー、おおそういえば一月ほど前にお嬢様をもらいたいと言って2人ばかり来られたのですがでも 固くお断りりになりましたどうして調べられたらその2人ともまだ親の仕送りで暮らしているのでそんな生活力もないのに大事な妹はやれぬ安子はともかく自分が絶対不承知だと言ってお断りになったようでございましたおんその2人というのは一緒に来たんですか いいえ10日ほどおいて別々にお話があったのですが2人ともご近所の人で「あの兄貴というのは分からずやだ金持ちは金のことばかり言う」と言って怒って帰ったきり旦那様とは道で会われても挨拶もされないそうで「あんなやつにやらなくてよかった」と苦笑いしておっしゃっていられましたことがございます。 私も長いことお世話になっておりますがその人以外悪い気持ちを持っている人は心当たりもございませんのでなるほどその人の名は銀蔵はうなずいて手帳を出すと松川義夫と為田章介という名それからそれぞれの住所を控えたそしてその書斎兼寝室を 改めめて丹念に検査し始めたその部屋は南向きの庭に面した部屋で床には感じのいい絨毯が敷かれてあり窓は南と東にそれぞれ床から7 0ンチばかりのところからほぼ天井に届くく,くらいの大きさのガラス戸を持っていてその内側にはクリーム色のカーテンがかけられてあったそしてそのガラス戸には全部内側から 差し込み状がかけてあったつまりその部屋は密室なのであった電話を済ませて帰ってきていた山田主任は黙ってその様子を見ていたがやがて窮屈な襟を広げ汗坊のできた首筋にハンカチを当てながら「君この誰も入れない部屋の中で田丸氏はどうして感電したんだい?」。 まさか殺人公選だなんて言わんでくれよなるほどそれならこういうこともできるかもしれませんがしかしそれはまだこんな姿勢の事件に使われるほどポピュラーになってはいませんからね何か他の方法ですよ苦笑した銀蔵はなおも司祭にその部屋の点検をやめなかったすると一つ妙なことを発見したのだ それはその部屋を近代的に装飾するために窓の内側の腰のところにずっとクロームメッキされた直径1インチばかりのパイプが付けられているがそのパイプは直に壁に付けられているのではなくてそれも装飾的な大理石ののワッシャーを通してて付けられてあるのだ。その上その右手の座管に留められていたボルトには引きちぎられたような2センチばかりの銅線の切れ端が絡まりついていた。 ヤスコさん。銀蔵は振り返って。ここに銅線がついているんですが、何に使われたんですかそう。ヤスコさんはいぶかしそうに美しい眉をしかめて。いつそんなものがついたのかしらとつぶやいた。これですよ。これが怪しい。ふんふん。 じゃあ、それに電気を通しておいて塔を閉めると途端に感電するように仕掛けたというんだねなるほどしかし扉の丈をすっかり閉めてしまってから倒れたというのは変じゃないか変じゃないですよそこはちゃんと考えていますこれですよ銀蔵は伸び上がってカーテンのクリップを刺した。 それはどうしたことか一つの輪に2つ3つが一緒にかかっていてきちんとは閉まらぬようになっていた夏だから普段は窓が開いているんでしょうその間にこれだけの仕掛けをしておいたのにそういないですね田丸さんはこのパイプに左手をかけて伸び上がって右手でクリップを直さなければならんでしょうとすると左手が このの電気の通っているるパイプに密着すすわけですからね。しかも戸を閉めてその後でカーテンにかかるのが常識ですからねそれじゃああらかじめそれだけの細工をすると雷の鳴るのを待っていたわけだなそうですそして物陰に隠れていて残念ながらあの大雨で足跡は残っていませんが 万事計画通りに成功したのを見極めた犯人は外からこのガラス戸のレールの下を通ってパイプにつないでおいた電線を引き抜いていったんですよその時に慌てたと見えてこれだけの電線の切れ端が残ったと考えられますねふんふんよっぽど前から計画していたやつだなもちろんですよ それに、この付近が今頃の季節になると比較的雷が多いということもよく知ってやったにそういないんです。だからこの辺りの事情に詳しい、おそらくそう遠いところの人間じゃないでしょうね。それにしても、おあつらえ向きについ近所に落雷したもんだね。まったく。しかし僕としては、 よくまあこの家に落ちなかったもんだと思ってますよこの家に落ちたんだったら誰が見たってこれが巧妙に仕組まれた殺害事件だなんて気が付かなかったでしょうからね銀蔵は安子さんが運んでくれた氷入りの麦をぐっと飲んだちょうどその時表の方に自動車の止まる音がした警察医の一行が来たらしい 銀蔵は早口で。ところで、今度はお願いがあるんですがね。他の社の連中にはしばらく、落雷の乾電しさ、ということにしておいてくださいよ。山田主任は、麦湯に浮いた氷をバリバリ噛み砕いて苦笑しながら。うんと、つぶやいた。 4署へ帰って一服しているとまず松川義雄が完服巡査に付き添われて刑事部屋へ入ってきた松川はさっぱりした浴衣を着て刺された椅子にちょこんと腰掛けいぶかしそうに辺りを見回していた君が松川義雄だね。昨夜はどこへ行っていた昨夜 えっと、友達のところで将棋を指していました。その友達の名は何回やった牧田という友達です。えっ、ー、と、7時少し前から始めて、停電したのが9時過ぎでしょうかそれまでやっていましたから、5、6回でしょうかふふん。<laughs> あまり上手くないと見えるな。どっちが勝った多分、僕が一回負け越しのようでした。その前の日の夕方はどうした松川はしばらく考えたから、やっと。家で本を読んでいたと思います。何の本だまたしばらく考えたから。雑誌ですが、 下のおばさんから借りたので名は忘れました。中も拾い読みをしていたのです。タマルさんを知っているだろう知っています。しかし、近頃はいません。そのタマルさんが死んだんだ。どう思うかね死んだやられたんですね。松川は 初めて自分がここへ呼ばれた意味が分かったというように目をあげたがまたすぐ伏せてそうですかわからないものですね少しも知りませんでした死んだと言っただけでよく殺されたということが分かったねでも普通の死なら 大してゆかりもない私が警察へ呼ばれるわけはないでしょうからそうか少しはゆかりのある君だからしばらくいてもらわなければならんよ不満そうな松川がしぶしぶ留置室へ回されると入れ替わって為田章介が入ってきた為田,田は痩せた松川とは反対にいかにも暑苦しそうに太っていい またどこか学生気質のうかがわれるような色の黒い男であった山田主任はいすをさすとすぐ昨夜はどこへ行っていたゆうべは映画を見に行っていましたどこへ何をやっていた武蔵野ですえー、その前夜とスペインの嵐でした その前夜だの、嵐だの。意味慎重な台だね。え田亀田はきょとんと主任を見上げた。一人で行ったんだね。誰か知っている人に会ったかね一人です。いえ、誰にも会いませんでした。何時から何時まで見ていた入ったのが6時半頃で。 羽太郎が10時をちょっと過ぎたくらいでしたから家へ帰ったのは10時半から11時くらいまでの間でした傘を持って行ったかねいいえ行く時は天気がよかったんですが帰りにはすっかり降られてしまいましたおまけにこっちへ来ましたら停電してまして真っ暗だったのでそう早くかけられず 家へ帰った時はぐっしょりで世話になっているおばさんに着物を脱いで上がってくれなんて怒られたくらいでした。その前の晩は、新世界の移民船という小説を読みました。どう思ったね登場人物がなかなかよく書けていると思いました。ところで、田丸さんを知っているだろう 安子さんの兄さんだ。知っています。なぜかちょっと顔をわからめた。そのタマルさんが死んだんだ。というより、殺されたんだ。そしてその殺された時間に、君は一人で映画を見に行っていたというんだからね。アリバイが白弱だよ。えっ め田,田はさっと青みを帯びた顔を上げてじゃあ僕がやったというんですかどんな証拠でそんなことが言えるんです君は安子さんに結婚を申し込んで一言のもとに跳ねつけられたというじゃないか恋の恨みというのは十分な理由になる何もそれだけなら僕一人じゃないでしょうもちろん しかしその疑われる人の中で昨夜のアリバイのないのは君一人だめだの顔にはこのひどい災難をどう言い逃れようかと苦しんでいる様がありありと伺われたしかしそれじゃあ僕が映画を見に行ったと言っておいてその実田丸さんを殺したと言うんですねでも僕は確かにその時間は武蔵野にいたんです ああ、そうそう昨日は昨日でそのプログラムを持っています初日のプログラムだって昼間の分を見ても手に入るからね昼間は何をしていたせっかく思い出したプログラムを一言で退けられて暗淡た,たる顔色をしたためだわやがて「昼間は家の近所を散歩していました」と つぶやくように言って汗を拭ってから。武蔵野の売店でタバコを買ったんですが、それを覚えていてくれれば。何を買ったね。バットがないんでキングを買いました。キング？ええ。あまり出ないようですから。 覚えていてくれればいいんですがそう言ってため田は祈るように目を閉じた銀蔵は警察署を抜け出すと炎天のもとをわざわざ松川の話に出た牧田という男の家を訪ねようやく探し当てて 前の煙草屋でそれとと、なく様子を聞いていてるとちょうどいい具合に牧田の妹のよっちゃんという小学3年生の女の子が表に遊びに出てきた早速ニコニコしながら近づいて「ゆうべ松川さんが来たのは何時頃?」夕方と聞いてみると前のタバコ屋さんと仲良く話していた銀蔵の姿に安心してか。 ううんずーっとおそこよ。あたしがねちゃってそれからあんまりかみなりさまがなるんでこわくなっておきたらきてたの。おお。そのときしょうぎをやっていたううんしてなかったわ。だっていえのしょうぎだめなのよ。なぜだって。 こないだあたしがあそんでておうさまをひとつなくしちゃったの銀蔵はこのおもいがけのだいはっけんにもうすこしでとびあがるところだったよっちゃんぼくがきたことだまっててねそうしないと兄さんにしょうぎをなくしたのはよっちゃんだって言うよいいわいわないわ、いいこなしよ そういうともうおかっぱをプカプカさせて縄跳びをしながらたちまち街角に消えてしまった銀蔵はその後ろ姿を見送ると「どうせ牧田もすぐ署に呼ばれるだろう」「その前に一応山田主任にこのすばらしい発見を教えておいた方がよくはないかと思った山田主任がいろいろと好意を払ってくれるのだから」 一つくらい代償としておいた方が後の無理が効くと思われたからだ。で、また署に戻って。山田さん、松川と為田,田とはどっちが怪しいと思いますか今のところあの二人以外にこの殺人の動機を持っている奴はないらしいんですが。そうだね。自分としちゃ松川の方が臭いよ。君はえ 銀は先手を打たれたように詰まって僕もです怪しい証拠があるんですよ松川には山田さんはどんな理由で怪しいと思ったんですかそれは勘だね第一松川はこの事件の当夜のことは実によく覚えていて完全なアリバイもあるがその前の日となるとまるで記憶があやふやじゃないか ということは、こんな綿密な計画をする犯人だから、呼び出されてその当夜のことを聞かれるに相違ないと、前からその答えを準備してきたに違いない。そこへ不意に、その前の日のことを聞かれたんで、まごついたと考えられるね。その点、田目田の方はまだ素直だ。今、武蔵野の方は調べているがね。なるほど、さすがはロレン。 慣れたもんですね契服しましたよところで臭いとは思っても友人と将棋を指していたという完全なアリバイがあればダメじゃないですかふん。安心なさいそのアリバイというのはとんだインチキものですよキ田という男はあらかじめ松川とちゃんと打ち合わせがあるにそういないですよ こういうわけです。銀蔵はいささか得意にさっきの足で拾ってきた反証をあげた。おー。山田主任は目を光らせて大きくうなずくと。いやーありがとう。大助かりだ。ペテンにかけるつもりだったんだな、奴らは。そこへ球事が入ってきて、 という男が出頭したことを告げたよしすぐここへよこせ山田主任は大きな体をひとゆすりすると皮肉な微笑をたたえて恐る恐る入ってくる牧田という貧弱な男をじろりと見た「いやご苦労実は松川義雄のことについてちょっと聞きたかったんでね」 巻田は陰銀な態度で腰を下ろすとすぐたもとからタバコを取り出した松川は昨夜君のところにいたそうだが何時頃までいたねああ夕食後7時少し前から来まして停電後までおりました確かに話をしていたのかいえその将棋をしていましたので 何回くらいやったね。どっちが勝ったえっと56回あいや5回です私が1番勝ち越しでなるほど君たちは珍しい将棋をすると見えるね飛車落ち角行落ちの将棋はあるが王将落ちの将棋というのは聞いたこともないねどうなったら相手が負けるんだ 王将がなくて山田主任はにやりと笑ったえ牧田はけげんそうに顔を上げたがやがてハッと何かに気づいたようにみるみるうちに頬が固くこわばってピクピクとけいれんしその顔から血の毛がスーッと引いてしまった君ここでは漫才をやっているんじゃないからね 王将のない将棋の勝負を真面目な顔をして聞かされたのは初めてだ。そんなでたらめを言うと、君自身がどういうことになるのか知っているんだろうね。山田主任の毒舌に一文にもなく頭を下げてしまった薪田は、しばらくの後、あ、はあ、誠に申し訳ありません。松川の来ましたのは、 昨夜10時近くでありましたそして実はある事情で警察へ呼ばれるかもしれんがその時は高校であった確かにその時間に私と一緒にいたと言ってくれと頼まれましたので私も最初は嫌だと申したんですが長い友人でもありますしまたそうしてくれたら なず金銭的にも十分のお礼はすると言いましたのでついそれだけならばと牧田は髪のような顔色をしてそのほかは全然何一つ知らぬ知っていれば自分もこんなことは引き受けなかったに違いないということを神にまで誓った挙げくやっと一時帰宅を許された。 野村君山田主任は牧田を返した後で銀蔵を顧みていったどうやら松川が臭いことは分かってきたがしかしどんな方法であの事件を遂行したのかそれが自分には想像もつかないんだ無論乾電子だから高圧の電気を仕掛けてやったのは分かるがその高圧電気を どこから引っ張ってきたのかという疑問なんだがねそうですそれを僕も考えてはいたんですが松川のやつが怪しいと思ってそれにばかり気を取られていたんで犯人は松川だと想像はついていてもそれが図星だとしても果たしてどんな方法でやったのかということがはっきりしない以上また松川を引っ張り出してきてアリバイの嘘っぱちを叩いたって。 それにへりくつをつけられてもしたらやっかいなばかりでなくどうにもならんからね第一あの付近には工場もないし普通の電灯線しかないのだからねといって蓄電器なんかじゃ感電即死させるほどの力はないだろうそうですねそれだけの力を出すためには蓄電池だったら とても一人では持って歩けぬくらいの重さでしょうからねあの辺りに工場か何かあって高圧の動力船でも来ていればそこから引っ張ってくる手もあるんだがそれがないとなると張り切っていた野村銀蔵の顔にもありありと困惑の色が浮かんできた山田主任も目前として 机の端に止まって一生懸命にもみ手をしているハエの顔をじっとにらんでいた生外には昼下がりの日がさんさんと照り返って部屋の中はじっとしていても汗ばむほどの暑さだったたまにはずえをなでるそよ風がかすかな世気をこの世に送っている考えてみればたまる氏の死体発見 松牧田の関門松川のアリバイ転覆とわずか数時間のうちに極めて順序よく解決へ向かって進行していったこの殺人事件はその上がりの一歩手前で旗と障壁に突き当たってしまったのだ最初からよく考えてみようと思っても暑さのためか気がイライラとして落ち着かなかった 待ちに待った特だねじゃないかそんなささやきが聞こえる山田さんとにかくもう一度精査してみましょう銀蔵は汗臭いソフトをつかんだ銀蔵はそれからまたこの炎天を犯して田丸家を訪ねた。 行ってみると、に農館もんだとすでで、にもんだころ何かと家の中はごたごたしているようだが台所の方へ回っておりよく安子さんを呼び止めると「先ほどは失礼しましたちょっとお聞きしたいことがあるんですが昨夜その大嵐の最中に何か変わったことでもなかったでしょうか」例えば庭の方に人影が見えたとか変な物音がしたとかいう。 そたしあんまり大きな雷だったので怖くて怖くてお座敷でも也としっかり手を握り合って震えていましたので何にも気がつきませんでしたわ稲妻がピカピカっと光るとまるで昼間のように明るくなったんですけどでもそんな時はもう目をつぶっていましたのそうですかじゃあ何にも気づかなかったわけですね ええ。ありがとう。お邪魔いたしました。がっかりして振り向いた銀蔵の背中へ。ああ、そうだわ。と安子さんは何か思い出したように。そういえば、たった一つ変な音がしていましたわ。そうね。なんて言ったらいいかしら。ちょうど部がブンブン言っているような。 そんな音が雷の合間合間にずっと聞こえていたようでしたがアブの音おかしいですねあんな大雨の中をアブが飛ぶわけはないしどのあたりでしたそうねでも小さい音だしよくわからないけれど雷が今鳴るか今鳴るかと思って怖いものですから。 耳をすまししているでしょ。それでそんな音が聞こえたのかもしれないわでもいとも違っていたわ。確かに。結局銀蔵はこの安子さんの「アブの葉音のような音がした」という謎めいた言葉を得ただけでたまるけ再度の訪問も辞するほかはなかった庭の方も綿密に調査してみたが何しろ大雨のあとで。 地面は洗ったように足跡も何も拭い去られてしまっているのだそれに牡蠣は白ペンキで塗られた文化住宅につきものの腰の低いもので入ろうとすればどこからでも自由自在という有りさまであった仕方なしに署に電話をかけてみると山田主任の声が腐ったように「何もない?」「仕方がないさゆっくりやろうよ」 今一つ用を片付けて。えいや昨夜の停電がバカに長いと思ったら予備の変圧器を盗まれていたそうで今その盗難届が出たからえっ電灯会社の備品倉庫にあったやつをやられたんだだからそれを手配しておいてそれから一応松川と為田,田の家を家宅捜索してみよう。 何来るいいとも先に松川の方だ日陰伝いにブラブラ行くといい具合に山田主任も私服を連れて到着したところであった松川の部屋はその素人下宿の2階8畳で早速どやどやと上がり込んで隅から隅まで天井裏まで探してみたが詰まるところ何一つ得るものもなかった しかしなおも根気よく探し回っているうちに裏庭の新しく掘り返された花壇の土の中から風呂敷の端がのぞいているのを発見した銀蔵はズルズルと引き出してみるとそれはぐっしょりぬれた木綿の風呂敷に包まれたひどく重い品物で手早く開けてみると真っ黒い中鉄の街灯を着た電気機器らしかった。 汚れたネームプレートを拭くと「スリーフェイストランス」「プライマリー3500ボルト」「セカンダリー100ボルト」「60サイクル」と書かれてあって明らかにステップダウントランスであることが分かったと同時に銀蔵よりも山田主任が飛び上がった「これだこれださっき届けのあったやつだ 松川の野郎。山田さん松川を変圧器の窃盗であげるつもりなんですかそれとも殺人犯人としてあげたいんですか変なことを言うね僕はこれで松川は田丸氏の殺害犯人だという証拠をつかんだんですよ無論変圧器の窃盗も事実でしょうがそれは 殺人の道具として使いたいために盗んだんですよ。じゃあ、この変圧器でやったというんだね。そうです。考えたもんですよ。このステップダウントランスを逆に使えばいいんです。逆に山田主任は覗き込んで、懸言な顔をした。そうです。逆にです。 このセカンダリーという方を1 0 0ボルトの電灯線へつなぐんですすると変圧器の原理としていくらかロスはあるでしょうがともかくプライマリーの方へは3 5 0 0ボルトに近い高圧電気が誘発されるんですよ3 5 0 0ボルトの電圧は優に心臓麻痺を起こさせますその上昨夜は大雨でアースも良好ですからね 僕はこのトランスを見た瞬間安子さんの言ったアブの歯音のような音というのを思い出してあっと思ったんですよご存知でしょうけどこのトランスという機械は生きている電気が通っている時は中のコアが磁力のためにちょうどアブの歯音のようなうなりを出すんですからねこの殺人鬼はありふれていて しかも電灯線のあるところならどこへでも持っていかれますからね田丸さんの場合はおそらくあの街灯から電源を取ったんでしょううーん巧妙なもんだな山田主任は中学の物理を思い出したような甘酸っぱい顔をしたトランスを逆に使うとは考えたもんだな。 もっとも普通の家の電力計だって逆に使って湯電するものがよくあるそうですからねほうそんなことができるかねできますともあの電力計の電源側と負荷側とを逆につないでおいて電気アイロンだの何だろう、どんどん電気を使うんですすると電力計が逆に回って使えば使うほどメモリが下がってしまうんで。 といっっても僕がやったわけじゃないですよ。専門家にはすぐ発見されちゃうし発見されると大変ですからねハはハッハ面会しなくてもいいよ山田主任は初めてにっこり笑ってところでその風呂敷に包まれてしかもぬれているのだから昨夜持って歩いたことがわかるねそれから 蔵は蓋を取って変圧器の内部をさしながら「このトランスを何に使ったのかこのプライマリーがひどいショートを起こして焼けているのでもわかりますね」「ほら」と言ってそこを軽くたたくと絶縁のファイバーが褐色の粉に砕けてパラパラと落ちた七。 銀蔵の一行は意気揚々と署に帰ってきたすぐ松川義雄は留置所から呼び出された「おい松川牧田と王将のない将棋を指したり金をやると言ったそうだがその金はどこから手に入れるつもりだったんだ君は田丸さんにははねつけられたが安子さん自身は」と。 うぬぼれていたんだ泥え松川の口紅は何か反抗的な言葉がピクピクと震えたがふと部屋の片隅に運ばれてあった泥まみれの変圧器に目がつくと低くうめいたがそれっきり口をつぐんで次第に神戸を垂れてしまった突然けたたましい日暮の鳴き声が たただしかったこの一日もすでに日の傾いたこととそれから爽やかな夕暮れの訪れてきたことを知らせてきた銀蔵は目をつぶったままフラッシュのように明滅するあくる長官の大見出しに陶酔していた。